こんにちは、どうもお世話に。いいですか、はい、はい、パンが2種類ございまして、はい、白くて柔らかいタイプとバゲットのような硬いタイプがございますが、はい、どちらにいたしますか。どちらおすすめなんですかね。僕は私柔らかいのかな。柔らかいのがおすすめですね。あ、そうですね、はい、ではそれでお願いします。柔らかい、これは私のアサイドして、はい、まあ、ありがとうございます。これ何持ってたの。で、一番奥がムニプリとインドのシラスガシ。あ、そうですね、はいはい。ビーツとお魚のムースを入れてくれます。素晴らしい。エコガーシュークリーム、はい、その横がムラージュのマリネ。一番このスプーンの上にお菓子とクラゲのサラダです。あ、いいですね。手で話しちゃう。これムラージュって何ですか。ムラージュのタルト、はいはい、あのムラージュ自体が私分かってなくてごめんなさい。お魚、あ、お魚の種類、の種類、そうですね、アジ、アジの、アジがムラージュの、フランス語で。そうなんです、すいません。これもまた可愛らしいものですよね。ね、こうわざとこう取りやすいようにこうして、ね、してくれてはるのね。まあ、これもまた可愛いだし。一個一個が。レモンのクリームでございます。上からも取らなかった。そう、上からも。あ、これがリンゴやね。リンゴです。八重山城の表面だけさっと焼き上げまして、焦げ具合も真空パックにしてからさっと。湯煎にかけてる状態ですね。なるほど。黒蜜のソース添えてるので一緒にお召し上がりしてます。これフォアグラはどこのなんですか。フォアグラはフランス産です。あ、そうなんですね。わ、はい、かりました。自家製のライオンのスタリム。ちょっと辛みございます。少しずつ飲んでみて。わかりました。下には空心菜と、あとは果物の柿ですね。はい、季節の。上から甲殻類のアメリケーヌソースです。はい、わー、すごい。で、これ泡立ってるんですか。の、はい、泡立てることによって空気含ませることによって、よりこう、はい、まあ、重たいソースなんですけど、軽く仕上げるために、はいはい、してます。そういうことですね。ありがとうございます。そうだわ、このラビオリがいいね。皮目は香ばしく焼き上げまして、はい、下に冬瓜とトマトを合わせてますが、トマトはセミドライ、はい、乾燥させてドライトマトにしまして、冬瓜に関してはこれはお出汁でクタクタになるまで炊き上げます、はい、なるほど。海藻を入れたバターソース。あー、美味しいやつ。そう、大好き。すごい。ええ59種類やで。ここに59種類も載ってるんですか。揚げたりですとか食感も変えたり。それは素晴らしい。59なんて普通できないでしょ。ねえ、覚えてます。可愛らしい、この色物がいいやん。そうなのよね。リンゴのピクルスとアーモンドのムースで、玄米茶のグラニテ。はい、わかりました。ちょっと好きに焼くだいたものを一緒に入れてください。そうですね。はい、で、おしどりにちゃんと書いて、これユンヨンユンヨン、はい、ユンヨンユンヨンユンヨン、はい、どういう意味ですか。おしどりっていう意味、ユンヨンはおしどりという意味というよりかは、コーヒーと紅茶の組み合わせ、この組み合わせ自体をユンヨンと言うんです、ね、まあ、向こうでそういうもんなんです。お料理にしてもコーヒーと紅茶を使ったお料理だとユンヨンの仕立てみたいなことを言われるんですか、はい、まあ、すごい。ユンヨン茶なので、うん、はい、お茶に、紅茶のムースとコーヒーのケーキで、うん、なるほど。ちょっとそういうお茶のニュアンスというか、はい、にしてます。そういうこと、ね、間に洋梨のアイスクリームも挟んでます、はい、あ、そうです、ありがとうございます。はい、いきます。ラベンダーのキャラメルとゼリーと紅茶のマカロン、発酵したでございます。いやー、すごい。そういうのもあるの、すごい。いやそういうのも作れはるんですか。そういうのも酒屋さんでお願いしてます。そうなんですね、素敵。香りがいいですよね。そうね。